キョンバンはエウレカです。今回は40周年だよデカルチャーマクロス4、失礼しました、40周年だよ神まみたテイク2。キョンバンはエウレカです。今回は40周年だよデカルチャーマクロス超時空フェスティバルイベント初日にチーム ML のメンバーが行ってまいりました。レポート動画をお送りさせていただきます。ご覧いただいておりますエウレカスタジオですね。こちらはエウレカさんの趣味でございますマクロスに関する動画の方をアップロードしてございます。イベントに行ってまいりました。あとはグッズを開封しました。過去にはマクロスのゲーム動画をアップロードしました。そんなもので、再生リストをまとめてございますので、ぜひともエウレカスタジオチャンネル登録していただきまして、過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そして今回ですね、先ほど言いましたチーム ML のメンバーがイベント初日に行ってまいりました。ということで、ここ半年ぐらいですかね、エウレカスタジオを中心にチームマクロスラブ、略してチーム ML ですね。ちょっとね、そういったグループがちょっとできてございまして、今回の動画はその第2作品目にはなりますかね。先日まで開催されておりました。ワルキューレのファイナルライブツアーですね。はい、チーム ML のプロカメラマンさんがエウレカさんの専属カメラマンになって、ちょっと現地レポート動画とかをね、アップしてくれました。今回はメンバーエウレカさんがねお仕事でちょっと休み取れなかったので、メンバーさんがイベント初日、そう超軸マクフェスですねに初日に行ってきてくださって、写真をたっぷり撮ってきてくださいましたので、それをねエウレカさんが状況をはい、レポートしていこうと思います。はい、ということで、ではまずどんなイベントなのかっていうのを画像を見てまいりましょうか。公式さんの方のホームページでございますね。40周年だよデカルチャーマクロス超時空フェスティバルということで、これはもうすでに公開さ、お話ですね、公開されてイベントの内容か、公開されてございますね。東京、大阪、福岡ということで、あちこちで開催されます。しかもねこれ結構期間が長いんですよ。あちこちで開催されます。はい、ぜひともちょっとね北海道はごめんなさい厳しいかもしれないので、はい、ちょっとね東京大阪さらにね九州エリアまでね、開催される予定があるということですのでね、はい、ぜひね皆さんご参加ください。マクロスシリーズの世界観を楽しめる銀河初の体験型イベントを開催、アトラクションやミニゲームコラボフードなど盛りだくさん。ごめんなさい、ここで一発ぶっこませていただきます。はい、銀河初の体験型イベント、前からありますね半年ぐらい前、半年ではないか、数ヶ月前ですね。はい、東京タワーでも開催されてましたね。同じ感じのイベントが開催されておりました。体験型のイベントでございました。アトラクションとかございましたね、もっともっと前々からございました。東京スカイツリー、そこら辺でもね、それこそ歌マクロスっていうゲームアプリをもう体感しながら楽しめるみたいな、そんな感じのイベントもありました。はい、銀河初ではございませんどうでもいいかそんなこと、ごめんなさいね。まあでもね、今回のイベントはまあ過去も本当にねめちゃくちゃ楽しかったんですけど、今回のめちゃくちゃ面白いのでね、はい、ぜひとも近くにいらっしゃる方は参加してください。まあ先ほども言いましたけど、北海道から参加するっていうのは厳しいかもしれないですけど、東北から参加厳しいかもしれない、でも関東圏、関西圏、さらには九州でも開催されるっていうね、告知がございますので、ぜひともね現地行って参加していただくといいと思いますよ。ここら辺の細かい話はいいか、じゃあもうちょっとレポートの方を見てまいりましょうか。そのレポートに関してなんですが、言いましたね、先ほども申し上げました通り、ちょっとメンバーが行ってまいりましたので、エウレカさんは現地に行ってないんですよ。ただね、現地に行った画像に関しましては、エウレカさんがまあ編集し、まあ編集って言ったら変ですけど、まとめてございますね。一切行ってない人間が行った体でこれからお話をしてまいりますので、むしろねその北海道とか東北に住んでて、いやーちょっと行くのは難しいなーっていう方は、そう
ほぼほぼエウレカさんと同じ気持ちで見ることができます。行った気持ちでご覧ください。そしてね、関西圏、九州圏で、あ、行けるよっていう方は、その心が、まあネタバレって言ったら完全にネタバレにはなってしまいますが、あ、そのこういう風なイベントがあるんだっていうね、ちょっと期待に胸を膨らませていただけるような内容になってございますので、では見てまいりましょうか。ということで、早速画像が映りますので、これ公式さんの画像でございます。もともと2023年初夏に開催予定ということで、こういうキービジュアルが発表されたんですが、マクロスが止まらないな時にね、はい、お話がございました。一条光くんが追加されたんですね。これはもうもともとこういうキービジュアルでね、書いてくれて、あの依頼があったにもかかわらず、江端さんがこういう風に追加してしまうというね、いや、よっぽどマクロス愛に溢れている江端さんですね。いやー、素晴らしいですね。そういうマクロス愛があるからこそ、まあ、これだけのね、素晴らしい絵を描いてくださる。いや、本当に嬉しい。もうマクロスファンでいてね、本当に良かったなと思いますよね。そして2023年初夏っていう発表があったんですが、実際の日付が発表されたのは5月ぐらいなんですよ。6月9日からやりま、9日からやりまーすみたいな発表されまして、エウレカさんは、はい、仕事のお休み取っておりません。もう初日参加できないんですよ。できないんですけど、メンバーが参加してくださるということなので、メンバーさんにしっかりと写真を撮ってきていただきました。ということで、エウレガさんは現地に行きません。チーム ML のメンバーが参加するまで残り13日、チーム ML メンバーが参加するまで残り12日、チーム ML メンバーが参加するまで残り11日、まあ、なんか、まあ、そんな感じでね、もうワクワクが止まらないですよね。もう嬉しくて、これも公式さんがね、こう発表してくださってるこう画像だったんですけど、ツイッターの方で確認できるようになっておりますので、皆さんもね、はい、公式さんのツイッターチェックしてください。いや、もうカウントダウンがね、もう進むために、ああ、先日、マルキューレライブが終わったばっかりなのに、もうイベントが始まるんだな。いや、でも、あっという間だったんですよね。あっという間に、もうイベント当日が来てしまったわけでございますよ。でね、はい。まあ、ここら辺もちょっと軽くね、イベントの内容、はい、見てまいりましょうか。東京での開催に関しましてはですね、バンダイナムコクロスストア東京、まあ、要はですね、シャインシャインシティでのイベントスペースで開催されているものでございます。まあ、イベント期間は先ほどご覧いただいた通りでございますね。まあ、その中でまあ、いろいろアトラクションを楽しむことができます。はい、スゴロクイズツアー、まあ、ちょっとこれね、今回見ておりませんので、ちょっとどんな内容なのか体感しておりません。エウレカさんももちろんね、現地参加するつもりでございますので、6月9日から7月30日約2ヶ月間参加できるようになっておりますので、関東圏の方はぜひぜひ参加して、ね、このアトラクションも参加してきてみてみてください。パイロット入隊試験、歌姫適正診断だが、そういう風なアトラクションもありつつ、あとはピンチヒッターライブ。なんかこれ、カメラマークがついてるから、なんかね、いろいろ写真を撮ったりとか、なんかそういったのもあるのかもしれないですね。で、参加するたんびにそれぞれね、なんか、参加賞がもらえるということなのでね、バンバン楽しんで見てみてください。まあ、こんな感じのグッズがもらえるということですよ。あとは、まあ、フード。はい。まあ、これもね、まあ、おなじみっちゃおなじみですよね。結局、おじりなるフード、ドリンクを頼むと、まあ、グッズがもらえますよっていう、そういうところでございます。あとは、もう単純にグッズ販売もあるということですね。こう、ずらーっと並んでおります。なんか売り切れ続出中ということでね、初日からいろいろ大変だったみたいでございますね。あとは、そう、ここに映ってるだけではなく、あとは、フォトスポットか、なんかそういうところが展開されていたりですね。あと、ミニゲーム。まあ、これも結局はグッズ販売になるんですけどね。そういうのも展開されていたらしいでございます。じゃあ、
大変長らくお待たせいたしました。ここからがレポートの開始になります。メンバーが撮ってきた写真を一緒に眺めていこうではございませんか。そう、開催されておりますのは池袋シャンシャインシティでございます。池袋駅からですねちょっと歩くようになっておりますね。不思議な不思議な池袋、東は西部で西東部ということで、西部なんだけど西なんだけど池袋の東口でございます。池袋の東口からとことことこと、まあそれこそ5分10分ぐらいですかね、歩いていったところにございますサンシャインシティでございますね。で、いろいろこのサンシャインシティ建物がね混在しているわけでございますよ。これね地下通路なんですけど、でもねよくよく見るとこのカラーリング注意してみてください。ブルー、レッド、イエロー、グリーンみたいなその色分けがされておりますので、メンバーからのお話だとこのねなんじゃタウン、これを目指していくといいですよということでした。ワールドインポートマートビルということで、赤いエリアを目指していてください。イエローとかね、ブルーとかそういうエリアにのエレベーターに乗っていくと、結局ねほら建物分裂しちゃってるのでね、はい、カラーリングで分かりやすいです。そのカラーリングも分かりづらいという方はなんじゃタウンを目指していてください。なんじゃタウンの一つ上のフロアにあるというお話でございました。さあ、そのフロアにやってまいりました。バンナム、ストアのフロアマップということですね。ちょっと拡大した写真がこちらでございます。イベントエリア手書いてございますね。あと、カフェエリアということで書いておりまして、このフロア全体がマクロスイベントでやってるっていうわけではないんですね。結局、このバンダイナムコストア東京っていうのは常設展示がありまして、その中のイベントエリアを使ってマクロスやりましたということです。ちょっと角度これ90度ひん曲がっておりますが、まさに今お話しした通りですね。イベントエリアの方では、アトラクション、ミニゲーム、オジリナルグッズ、あとね、魂ネーションズ商品、まあ別にここで買わなくてもいいっちゃいいんですけど、これを見るだけでもめちゃくそ価値がありますのでね、はい、失礼しました。テイク2、タイニーセッションとか、あとは、デラックス超合金とかもね、そういうのもね、リアルで売られておりますので、どういうものなのか、ネットで見ては分かりづらいというところもありますので、なんかね、現地でそのボックスだけでも見てみるっていうのもめちゃくちゃ価値ありますので、ぜひとも行ってください。あと、フォトスポットっていうのが展開されています。で、カフェコーナーの方は結局、なんかいろいろこれ書いてあるけど、結局、コラボフードですね。ということで、メインはこちら。物販もこちらでございます。ですよね。そうですよね。ね、きっとね、メンバーさん。多分、こっちでよかったと思います。ミニゲーム、そうですね、グッズあるから、そう、こっちですよね。あくまでこっちの方はフードでございます。それ以外ね、後で写真写っておりますが、他のエリアに関しましては、マクロスじゃないところもね、バンバン出てございますからね。さあ、ということで、まずはですね、ごめんなさい。このイベントエリアの方から見てまいりましょうか。言いました通りね、バンダイナムコクロスストア、マクロスストア、なんかいい絡みじゃないですか。はい、クロスストアをねちょっとうろうろ歩いていきますと、こんな感じでポスターが展示されていたり、はいはいはい、チラシが置かれてたりするんですよ。で、この裏にねなんかショーケースみたいなのが映ってるのかな。その中にはい、チラシがわざわざ額縁に入って映っておりますね。で、このチラシに関しましてですが、まあ取り放題、やめましょうね。メルカリで売るとか、それやめましょうね。はい。チラシは一応ね、自由に取っていくことができるみたいですので、はい。ぜひとも現地に行かれた方は、チラシ受け取ってってください。もうこれだけでもキービジュアルがね、一枚手元に手に入るわけですから、もう現地に行くだけでも絶対いいと思いますよ。ぜひ、現地に行きましょう。裏面はこんな感じでね、フードに関する情報とかも書かれておりますのでね。なんでしょうか、このバンナムスコアにね入るに関しましては、入場料とかそういった入場料無料でございますから、もう行く分にはねどうってことないですから、ぜひ足を運びましょう。そこら辺でねちょっと賑わせるっていうのもやっぱ大事なことですよ。まあそして足を運ぶことによって、あ、せっかくだから買おうかなっていう気持ちに湧いてきちゃったりもしますよね。それこそがマクロス応援につながるわけですから、ね、ぜひともね無料で行けるわけですから、現地行きましょう。さあ、マクロスコーナーが迫ってまいりましたよ。先ほどもありましたね。こんな感じのポスターがありまして。おーっと、このね、等身大。等身大と言ったら変な。
ちょっと違うのかもしれないですけど、バカデカね、タペストリーが飾られているわけじゃないですか。はい、入り口が見えてまいりましたよ。アルティとね。で、こっちの方には多分これ、ハヤティがね、映ってるんでしょうね、きっとね。入り口でございます。ここら辺はね、はい、本家さんも写真の方をアップロードされていらっしゃったかと思いますが、見事にね、このバルキリーさん。過去のイベントとかでもね、なんかちょっと見覚えのあるバルキリーさんでございますね。そしてね、ここにね、バカでかいキービジュアルがあったり、あとこっちの方ではね、まあおそらくアトラクションが展開されているということでございますね。ちょっと、はい、角度をね、視点をこれ、右側にずらした感じでございますね。グッズ売り場がございます。買ってらっしゃる方もいらっしゃいますね。そして先ほど言ってた、そう、ハヤティのタペストリーがね、バカデカタペストリー。さあ、ここにモニターが展示されてございますね。ちょっとモニター画像を見てまいりましょうか。せっかくね、これね、動画で撮ってくださったので見てまいりますよ。そい。行かない。ちょっとね、音に関しましては申し訳ございません。流せません。なぜかというと、はい。歌が流れますので、著作権の関係上、マクロスの楽曲は YouTube 上流すことができませんということで、音は、消しております。ただね、撮影禁止とかそういったことがなかったということなので、はい。メンバーさんが撮影してきてくださいました。でもね、これ、この後、しばらくちょっと見ていてください。先ほども言いましたね、東京タワーコラボとか、あとは、横浜ですね。横浜で開催されておりましたマクロス展とか、そこいら辺でも流れていたムービーですね。いきますよ。はいはいはい。まとめて、シリーズまとめて、マクロス40周年。このムービーはちょいちょい見かけますね。変形マクロスの空き時間あたりにも流れてた動画でございます。まあ常連の方だったらわかりますよね。はい、次見ていきましょうが、まあマクロス40周年、まあもう41周年、今年の10月3日で41周年になりますからね。はい、いやー、マクロス長く続いてる歴史のね、長い作品で本当に素晴らしいものだと思いますね。はい、この画面もまた動画を撮影してきてくださったということで見てまいりましょうか。こちらでございます。行かない。そい。行かない。行った。ジェントラボリック。このムービーに関しましては、はい、バンダイナムコ。このムービーに関してはちょっと難しいですね。エウレカさん、ちょっと現地にね、先ほど言いましたが、現地に行ってないので、どういうふう、あ、これだけを繰り返したのかちょっとわからないんですが、まあ、ぜひね、皆さん現地に行ってね、そう、北海道とかにいる方は、ちょっと、ね、現地に行くのは難しいかもしれないですけど、この動画を見て、ね、現地に行った気分になってください。ただね、それ以外の方は、ぜひ、このムービーが本当にこれだけなのか、ぜひ現地に行ってね、自ら検証してください。マクロス。そう、レポート動画を作ってるのはあくまでね、記録に残したいっていうのもありますけど、これだけ楽しいものを生で現地で見ましょうよっていうアピールのために動画作っておりますからね。はい。じゃあ次行きましょうか。先ほどの入り口の奥に映っておりましたね。神間見てますね。アトラクション関係でございます。パイロット入隊試験、歌姫、あとは、スゴロクイズツアー。これに関しましては、今回ちょっとね、時間が、あまりなかったということで、メンバーさんもね、忙しいので、はい。参加してございません。これはね、次回レポートでどんなものなのかお送りしようかなと思います。さあ、フォトスポットでございますね。これがまたね、エウレカさんちょっと見させていただいたんですが、大興奮でございますね。エントランスの部分ね、先ほど、ジクフリちゃんと、メサイアちゃん、メサイアちゃんじゃなかった、デュランダルちゃんか、が二人並んでた奥に映っておりますね。はい。フォトスポットでございます。このバカデカタペストリーですよ。これどうすんの？イベント終わったら。どう？これ、川森監督の自宅に行くの？欲しい。お前が、欲しい。いや、これ欲しいですね。エウレカスタジオにこの後ろに、ちょっと映ってないですけど、後ろに飾りたいわ、これ。いや、めちゃくそ飾りたいですね。いや、これ欲しいです。どうするんでしょうか？イベント終わったら、どこに行くんでしょうか？教えてください。まあでも多分ビッグウエストさんのところ、倉庫に行くんでしょうね。
そしてはい、ゼントラ森でございますよ。このね、フォトスポットっていうのが、いや、これ絶対行った方がいい。これ動画じゃ伝わらないっていうか、どうにもならないですからね。はい、なんかね、このカメラスタンドっていうよりか、あのスマホスタンドですよね、これね。わかります？これスマートフォンをここに挟み込んで、写真撮ってくださいっていうのをちゃんと作ってくれてるんですよ。メサイヤちゃんのこの、ちょっとブレました、失礼。メサイヤちゃんの手？いや、これ大興奮ですね。エウレカさんね、ちょっとこれマイク持っていこうと思いました。メサイヤちゃんというよりか、どちらかというとデュランデラルちゃんの方かな、髪まみてますね。ほら、サヨツバの時にシェリルさんが、なんだ、アルカトラズから出た後でしたっけ？なんかそんな感じで、銀河に歌おうっていう、なんかその手前あたりか、そう、デュランダルちゃんの手の中でね、シェリルさんが歌うみたいな、ちょっとまあこれ、メサイアちゃんですけど、まあどちらかというと、エウルカさん的には、デュランダルちゃんよりメサイア、もう話し始めると止まんなくなりますね。エウレカさんはデュランダルちゃんはそんなに好きではないんですよ。その全身欲ってね、いや、もちろんめちゃくちゃかっこいいと思いますよ。そのさよならの翼っていうところで活躍したっていうのもあるんですけど、でもどちらかというと全身欲で言うとやっぱ YF19 の方が、いや、でももっと、まあ、やめた。はい、次行きましょう。もうとにかくフォトスポットに、これはね、皆さん、現地に行く際、マイク持ってきましょう。マイク持ってって、メサイアちゃんの手の中で、マイク持って写真撮りましょうよ。ね、それで行きましょう。いやー、これ興奮する。もう決めましたからね。はい。あとはですね、このフォトスポットのこれ上部あたりですかね、からいろいろバルキリーちゃんがこう吊るされているみたいで、VF1S でございますね。そしてメサイヤちゃん VF25F、 ちょっと G が確かコヨミンだ。コヨミンの機体。そして、ジークフリちゃんですね。これは VF31J か。ジークフリートですね。そしてね、なぜかね、着機。あれ？ちょっと待って、これ。着機？ここまでなんですよ。バルキリーさんが映ってるの。だから、これね、本当にね、メンバーに撮ってきてもらって、本当に良かったってものはね、すべてじゃないっていうところ。そう。これ絶対、だって、ねえ、早手機があって、着機があって、だって、ねえ、ミラージュ機がないはずがないし、ねえ、そう思いませんか？絶対他にもあるはずですから、現地って、はい。皆さん、絶対行きましょう。なんかあるはずです、他にも。他にもなんかあるはずですから、ね、行きましょう。フォトスポット、きっとなんかあると思います。あとは、はい、行きました。等身大パネルでございますよ。これは、絶対ライブの時の貴族衣装とか呼ばれてるやつでございますね。ワルキュレ5人しっかりと並んでおります。一人ずつ、映っておりますね。歌は、命。歌は、愛。胸は、脂肪。歌は、神秘。歌は元気ということで、ああ、最高ですね。いや、もう、これはもう、この、要は、等身大ポップって言っちゃっていいのかな？ですよ。いや、これはもう、行ってね、ここで写真撮った方がいいですよ。ちょっとでもね、今回、エウレカさん、ここに参加するのね、どういうペースで行こうかなって、ちょっと悩んでるんですよ。悩んでるところが、行ってくださったね、メンバーさんがおっしゃってたのは、そう、まあ、初代から、ね、マクロセブンから、フロンティア、デルタと、もうみんなキャラクターがいて、本当に良かったっておっしゃってるんですけど、いや、でも、だからこそ逆に困りますよね。フロンティアで行ったらいいのか、それとも、デルタで行ったらいいのか。いや、てか、エウレカさんはむしろ、デルタ派なんですけど、でもね、実は、始まりますよね。ポップアップステージが。それフロンティアなんで、いや、困るなぁ。楽しみで仕方がない。いや、楽しいじゃないですか。皆さん、想像するだけで楽しいじゃないですか。行きますよ。じゃあ次。はい、フロンティア勢もちゃんといらっしゃいますからね。もう、皆さん、そう、もう、攻めのね、気持ちで、ぜひ行っていただいた方がいいと思います。もう、まあ、悩まない人ももちろんいるかもしれないですよ。もうね、あ、ごめんなさい、ちょっと、はい。もう初代から大好きですよっていう方いらっしゃれば、もう初代推しでね、ゴリッゴリでね、行っていいと思いますしね。
ちょっとバサラとミネーヌがちょっとごめんなさい、こういう感じになっちゃいましたが。ね。でもはい、改めまして、いや、等身大ポップの話も、まあ、もう喋ってたら、もう止まらなくなりますからね。はい、等身大ポップも映っております、その先にね。はい。ビッグタペストリーがね、まあ、先ほどはね、パイロットのね、面々が映っておりましたけど、はい、歌姫もちゃんと映ってるわけですよ。まあ、歌姫って言ったらごめんなさい。ミサさんは歌姫とはちょっと違いますけど、まあ、メインヒロインと言っても過言ではない方でございますからね。もう、等身大でずらーっと並んでるわけですよ。いやー、最高ですね。ぜひちょっと気合い入れて写真撮りに行きましょう。イベント参加しましょうね。いや、もうこれだけでテンション上がってしまう。さあ次行きましょうか。今度はオリジナルグッズの前にですね、まあいろいろちょっとグッズもありますが、先ほども言いましたアトラクションに参加したらグッズもらえます。あとはですね、ミニゲームっていうのもほぼほぼグッズもらうためのミニゲームでございますよ。まあここら辺ずらずらずらっと映ってますけど、ミニゲームでもらえるグッズ、あとは普通に買えるグッズとかもね、ここに並んでございます。いやもう買い始めたらキリがないですよね。本当にキリがないですよね。ということでミニゲームの方を見てまいりましょう。こちらですね、ガシャデジ見えないぞ、小さくて見えない、拡大すればいいんだ。ヤックデカルチャーガラポンとバルキリースクラッチということで、まあ結局はねこれガチャ。要はガチャ。ガラポンもスクラッチも要はガチャ。当たったもんがもらえるっていう、ただただそれだけでございます。景品がこんな感じでございますね。なんかちょっと、なんか B 賞っていうカード映ってますけど気にしないでください。まあ、こんな感じで、ガラポンやったら A 賞、B 賞、C 賞、スクラッチやったら A 賞、B 賞、C 賞。まあ、結局ガチャですよね。まあ、A 賞なのか B 賞なのか C 賞なのか、まあ、ランダムで当たります。っていうとこなんですけどね、ここでちょっとエウレガさんぶっ込ませてください。運営さん、絶対間違ってるっていうのはこれね、 C 賞のとこはランダムで配布するってなってるんですけど、 B 賞はね選べるんですよ。これはねユーザーライクとしてはめちゃくちゃいいのかもしれないですよね。運営サイドとしてはね、これは絶対やっちゃいけないですよ。なんだろう、ランダムでやるんであれば、もうそれはねこの A 賞までですよ、その選べるっていうのは。もうこの B 賞はね選べちゃダメだから、結局こういう状況になってるわけじゃないですか。すでにね、すでにほらすごいとこが欠品になってますね。アルティが欠品？いや、むしろ運営さんも想定しなかった。なんかね、イメージ的にもうドスレートにいっちゃうと、もうシェリルさんあたりから欠品になっていくのかなと思って。で、まあもうストレートにいっちゃうとね、まあハヤティと、ヒカルくんあたりが、まあ最後に残るのかなとか、ちょっと思ってたぐらいなんですけど、アルティからなくなっていくの？そうなんだ。エウレカさんはね、主人公連中の中では、もう、ハヤテくん一押しでございます。もうこれはもう昔からずっと言っておりますけどね。はい。マクロス主人公男の中では、ハヤティが一番でございます。なんていうかね、現実味があるっていうかね、一番友達になりたい人かな。ほら、一条くんなんかね、もうよっぽどね、なんか、ほら、三角関係に振り回されてっていうか、自分が優柔不断でしょ。で、バサラなんか人の言うこと聞かないでいなくなるでしょ。で、アルティなんかね、色気に惑わされてね、すぐコロ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 嘘つくようなやつですから、もう、ハヤティはもう、ね、もう、揺るがなかった。最初からなんかフラフラ、ね、ちょっとバイトフラフラしてるけど、あ、なんか、なんかいいことないかなみたいな感じでフラフラ、なんか、ね。そういう風なやつが、もうなんかバルキリー乗ったらもうずーっとバルキリー一筋になったわけですよ。で、まあ、一応、フレイヤーとかそういう風な感じになったけど、まあ、結局ね、ずっと一筋なんですよ。もう、ハヤテインメルマン。もう、三角関係？マクロスにやめた。もう、こういう話はまた別のタイミングでしましょうね。はい。そんな感じでミニゲームがございます。ガラポンとスクラッチ。ね。ちょっとこれ、ランダムはもう B 賞に関してもランダムにしておいた方が良かったんじゃないのかなと思います。
この、バルキリースクラッチ、ガラポンに関しましては、なんかこんな感じで自販機でチケットを買うみたいですね。5回券とかね。なんかそういう風な、一時に買えるのを5回までとか、そういうルールなのかもしれないですね。ちょっとここにはそこまでは書かれてないかな。まあとにかく、多分制限はあると思います。こんな感じで、自販機でチケットを買いまして、あ、そう、なんかね、スタッフの方がね、みんなこういう風になんかハッピー着てるみたいで、なかなかイベントコーナーとしてはかなり盛り上がってるみたいですね。いやもう本当に来て、早く行きたい。もう休み本当取りたかったわ。もう本当悔しいわ。もう行けなかった自分が本当に悔しいです。はい、ということでスクラッチコーナーでございます。スクラッチ引いてまいりましょうか。スクラッチに関しましては、なんかこのね、画面をタッチしてなんか要はビジュアル、スクラッチみたいな感じで展開されるみたいでございます。結果は後ほど。そして今度はガラポンの方でございます。ガラポンはね、ちょっと後ろに映っておりますが、これがですね、まあ、要は、福引きですよね。ガラガラガラ、ガラガラ、まあ、ガラポンって言ってますけど、福引きですよ、ガラガラ。まあ、そんな感じで、これ中央にね、書いてあります。そこで出てくる玉が、黄色だったら A 賞、B 賞、青だったら B 賞、緑なら C 賞。っていう風になってるみたいでございます。緑が出てきたら残念ということですね。さあ、これ次結果が出てるのかな。はい、結果見てまいりましょうか。あ、景品はさっき映っておりましたね。ランダムいきます。ランダムじゃありませんでした両方とも B 賞こっちがスクラッチかな、こっちがガラポンの方かな。まあ、戻して見てみれば分かるはずなさ、分かる、あれなんですけど。あ、こっちがガラポンか。なるほど。ガラポンのポップスタンド。で、バルキリー、スクラッチかスクラッチの方でも B 賞を選べたらこうなるに決まってるじゃないですか。あ、ごめんなさい。メンバーのことを悪く言ってるわけじゃないんですよ。いや、そうじゃん。普通こうなるじゃん。12人メンバーいたら、もう、ね、ガラポンも、スクラッチも、両方やるじゃん。で、同じキャラ選ぶやん。で、もう、そう、まあ、選ばない人ももちろんいるかもしれないですけどね。もう、選べるにしない方が良かった。もう、これはランダムの方が良かった。もちろん受け取った人は本当に嬉しいのかもしれないですけど、個人的には選べないというか、確定はもう A 賞だけにして欲しかったかなとか思います。ちなみにサイトの方を見ました。売り切れ情報とかね、公式さんのツイッターで発表が出ておりますので、そちらの方をご覧ください。なんかね、 A 賞すでに売り切れとかになってたらしいです。はい、グッズコーナーでございます。グッズコーナーもね、先ほどありました。グッズもね、いろいろ気をつけてください。このね、ランダム商品と、あとはもう自分で選べる。でね、記念メダルはね、もうすでに、わかります?キャラごとに欠品中って出てるわけじゃなく、もう記念メダル自体がもう売り切れでございます。それこそもう、一条ヒカルくんまでね、すべて売り切れたってわけですからね。いや、まあ、そりゃそうですよね。だって、ランダムとこれだったら、一条ね、初代ファンだったら一条くん、売れ残ってても、いや、ランダムじゃなくこっち買おうってなりますからね。だから運営さん、ちょっとこの金額バランス、ちょっと、失敗だったかなっていう。記念メダルがね、900円だったか。ちょっと安いんですよね。いや、確定で選べるんだったら、これ、1200円、1600円ぐらいでよかったと思うんですよね。エウレカさんは、ファンではありますけど、どちらかというと運営視点に立ちがちなんですよ。もっと安くしろよ、もっと安く売れようじゃなく、そのバランスですよね。運営さんも儲かって、買う側も欲しいものが手に入る、なんかそういう風なバランス、それが一番長続きするね、一番だと思うんですよ。結局運営さんが得しなければね、サービス継続できないわけですしね、そのバランスてか、アクスタも大変なことになっておりますね。てか、キーホールド、だから、選べない系がどんどん売り切れていくっていう、そういうところですよね。アクリルアートパネルも売り切れちゅう、もう。あとはね、クッキーどうなんでしょうか。お土産的にはいいのかもしれないけど、コレクター的にはちょっとクッキーそんなには選ばないと思いますよ。まあ、ちょっと、映えはするかもしれない。値段的には1500円で全てのキャラクター揃うわけですから、ね、他のアイテム見てみてください。全てのキャラクターを揃える
ので一番安いものはこのクッキーなわけですから、ちょっと倍を狙うとしたらクッキーを買うっていうのもそれはそれでいいのかもしれないですね。ぜひとも3000円。いや、1500円か。1500円。いや、ちょっと待った。勘違いしてた。1500円安いじゃないですか。これクッキー買いましょう。全キャラ揃います。うおー、これ俺絶対買う。お、確定しました。エウルカさんこれ買います。なんで俺買わなかったんだろう。なんでフレンドさんに、間違えた、フレンドさんじゃない、メンバーに頼まなかったんだろう。うわ、大失敗。まあいいや、現地行った時買おう。クッキー買います。全キャラ揃うんだもんな。いや、クッキー買いましょうよ、これ。映えます。これ、クッキー買って全キャラ並べて写真。え、これ、ランダムじゃないよな。中身ランダムじゃないですよね。全キャラ入ってるんですよね。ですよね。きっと入ってますよね。エウレカさん現地行ってるか、行ってないからわかんないけど。いや、行きたい。早く行きたい。早く現地に行きたい。で、ちょっと売り場に関しましては、まあ、こんな感じで。はい。クッキーか。クッキー。まさに今喋ってたクッキーの写真でございますね。テンション上がるなぁ、もう。めちゃくちゃ上がるなぁ。早う行きたいわぁ。はい。ということで、イベントスペースの方はここいら辺でございますね。デザートフードコーナーに移動してまいりました。奥に映っておりますのが、このデザートの入り、販売口でございます。食べるところはね、結構広いみたいですよ。今のところまだね、ガラッと開いておりますが、まあ、並んでね、フード会に並んでらっしゃる感じです。あ、そう、さっき言ったようにね、そう、他アニメも普通にありますから、あくまで全てがマクロスになってるっていうわけではございませんからね。はい。販売売り口、窓口がこんな感じでございますね。上にこうパネルがあってね、まあ、紹介の映像がこう切り替わっているみたいでございます。マクロスの世界観をイメージしたメニューが、こう買うことができるんですよ。なんかね、カスタムをしたり、あとね、ラテにプリントしたりとかね。まあ、それこそ、まあ、さっきのクッキーの話じゃないですけど、いや、クッキーで全キャラ揃うんだったらそっちの方が映えねえと思うんですけど、ここら辺もいろいろね、自分の好きなキャラクターにカスタマイズしたソフトクリームちょっと映えるんじゃないんでしょうか。で、コースター付きドリンク、これランダムなのかな。これアクリルコースターですから、これもいや ほぼほぼアクスタとほぼ同じような内容ですから、いや、なかなかいいんじゃないんでしょうか。まあ、商品紹介がこんな感じで書かれてございます。あとね、ここに書かれております。一応ね、点数制限があるみたいですね。ほら、アクリルコースターも結局ね、ほら、ほぼほぼアクスタと変わらないわけですから、あんまり買いすぎちゃダメみたいです。で、カスタムソフトクリーム、これね、ぶっちゃけ、店員さんが作るのが大変だから1点までにしてくださいっていう風にしてるんじゃねえのかなとか思いました。まあでもカスタムソフトクリームも楽しんでみるのもいいんじゃないんでしょうか。もう自分のね、推しを推しを推しで作るのが多分セオリーなんでしょうかな。うん、楽しむといいと思いますよ。で、これね、ちょっと後ろになんかモニターチックなのが映ってるんですけど、これ行きましょうか。これなんですけど、動画を、あ、これちょっと大きな画面でね、普通にこの後ろモニターでこう映ってるんですよ。これなんだこれ、意味わかんねえぞとか思うじゃないですか。行きます。そこに映し出される映像がこちら。何やら機械がね、ガサガサガサ、なんじゃこりゃとか思うっているとですよ。はい。あ、アルティと、シェリルさんと、ランカちゃんが出てくるんですね。素晴らしい。そして、店員さんのお手手が出てくると。待ってる間にこれを多分散々見せつけられるっていう、おそらくそういうことですよね。画面が2つあるので、混み合って言えば混み合っているほど、いっぱい印字されるのを見ることができるらしいので、で、さっき、画像であったのが、ここかな？これか。はい。名台詞ラテとかね、誰かが頼むとそこで一緒に見ることができるので、自分自身が楽しむだけじゃなく、みんなで楽しむことができるっていうメリットもありますのでね、おそらくそこに映るんだと思います。ちょっと現地行ってないからわからないですけど、あ、ぜひ、このプリントラテ、頼んでみましょうね。みんなで楽しめますから、うん。あ、さっきあの人がこれ頼んでたから私は違うのにしようってこともできるわけですから。いや、これはね、すごい親切なね、デカルチャーなシステムだと思いました。はい。で、頼んで出てきたのがこれで、まさにね、今印刷されてたらこれから出てくるわけです。で、これ、
オーシャンショーオーシャンのドーナツか。なんかね、これね、裏に書いてある、この紙に書いてあるのが忘れちゃった。まあいいや。まあとにかくね、このオーシャンショーオーさんね、これね、まん丸円盤に見えますけどね、中空洞なんですよね。マクトマン見てる方は知ってらっしゃると思いますが。これ、ドーナツの上になんかこう膜をかぶせてる、緑色の膜をかぶせてるような、そんな感じみたいですね。あとチャーハン。お腹が減ってらっしゃったでしょうね。はい、そんな感じでございます。ちょっとね、グッズでもらえるおまけシーンがちょっと写真がちょっとなかったので、そこいら辺は今度行った時、次回ね、エウレカさんが行く時はチームちょっと多めでね、みんなで行くって約束しておりますので、そこいら辺のね、みんなで集まったアクリル、コースターとかもね、ちょっとみんなで撮れると思いますので、そこら辺はまたのレポート動画をアップロードしようと思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。これからもね、動画作ってまいりますのでね。で、もうね、初日に行っていただいたからには、どうしても欲しいものがありました。はい、こちらでございます。アクリルアートパネルシリアルナンバー入りでございます。これがね、もうなんで欲しかったかっていうと、そう、ライブ終了後とか、あと劇場版とか終了後の、そのオフィシャルグッズで、そう、アクリルパネルっていうのが発売されるんですよ。さっきちょっと映っておりましたけどね、歌マクロスのアクリルアートパネルっていうのは買ったんですけど、それはね、シリアル入りではないんですよ。今回そう発売されるっていうのがね、宣言されてから、いやーもうこれ絶対買おうと思っておりまして、残念ながらラストミッションのアクリルアートパネル、シリアルナンバー入り、これちょっと発売されなかったみたいですけど、まあでもこのデカルチャーね、マックフェス、チャウ時空フェスティバル、いやこれもぜひ買おうと思ってね、メンバーに頼んでおきました。まあこれがね、まあ要はアクリル、まあスタンドになった、まあアクスタって言ったら変ですけど、まあ、パネル、スタンドになってね、縦置きが、まあこういう風な感じでね、できるようになっておりまして、シリアルナンバー14番。初日売り切れちゃったみたいなんですけど、いやー本当によかった。もう取れてよかった。一応通販もあるらしいので、欲しいっていう方はぜひ、魂ウェブ商店かな、ネット通販の方でぜひご購入ください。それでもシリアルナンバー取れるはずですから。いや、一桁台欲しかったっちゃ欲しかったですけどね。まあ、こればかりはもうしょうがないですから、もう順番ですからね。まあ、それでも14。いや、いいじゃないですか。14、いいじゃないですか。いやー、嬉しいですね。まだちょっとエウレカさんの手元には届いておりませんがね。そのうちまたちょっと、出そうと思います。いやー、よかった。メンバー、本当にありがとうございます。もう、持つべきものは友でございますね。そして、アクリルスタンド、アクリルアートパネルか、を買うと、3万3000円なわけですから、はい。2000円ごとにもらえるポストカードが、こう、ずらっと、はい、並んでございます。いや、まあでも、エウレカさんはもうこれだけ取れればもう十分かな。もうこれだけで十分かな。まあ、ポストカード、まあ、いいかな。まあでも、フルコンプですよ、フルコンプ。そう、2000円ごとで。だから、全部で14枚か ?1234567891011121234567891011213 枚かあれ ?14 か12? え?まあいいか。まあとにかく、フルコンプできるわけですよ。3万円も買えばね。いやー、壮観でございますね。ということで、写真に関しましては以上になります。いかがですか?テンション上がりませんか?行きたいと思いませんか?繰り返し申し上げますが、ちょっとエリアが遠いっていう方は、参加するの難しいと思います。まあ、今回ので、なんかちょっと行った気分になって見てみてください。行ける人はぜひね、近県にいる方はぜひ行きましょう。そして関西でも開催されます。品切れ分も必ずね、関西、あとは福岡の方でもね、ちゃんと再販されて、ね、販売が、物販があるはずですから、ぜひとも参加して行きましょう。マクロス応援になりますからね。ということで、今回のレポートは、コラボ動画というわけではないんですが、チーム ML ですから、まあ、コラボではないですよね。もうチーム ML はエウレカさんのものですから。はい。ということで、チーム ML、参加動画としては、まあ、2作品目、まあ、
いいか。まあ、そこら辺細かい話は、いや、チーム ML 紹介の動画もね、また作ろうと思いますのでね。そしてこれからもバン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 こんな感じでイベント参加して、レポート動画アップロードしてございますので、まあ、特に離れてらっしゃるっていう、首都圏から離れてらっしゃるっていう方は、ぜひとも、ゆるかさんの動画これからもお付き合いください。そして、首都圏。まあ、そのね、イベントが開催される付近にお住まいの方は、ウレカさんの動画を、まあ、少しでも参考にしていただけると幸いです。あ、こんな感じのイベントか、ぜひ自分も行こうっていうね、ちょっとテンション上げて行こうではありませんか。マクロ総営頑張って行きましょう。ということで今回は以上で終了です。またの動画をお付き合いください。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。あ、ちなみにちょっと関係ないんですけど、今日たまたまですね、リサイクルショップで見かけました。こう、いや、それこそね、今回の、キービジュアルか、エバタさんデザインのやつで着てたのが、ウィッシュオブバルキリア、シャインオブバルキリアですね。まあ、これちょっとね、ホワイトバージョンなんで、ウェディングバージョンみたいな感じなのかな。限定版2019年に発売されたやつがね、偶然、なんか、二つ中、リサイクルショップで売られておりましたね。ああ、じゃあこれ二つともお持ち帰りしようということで買ってしまいました。で、一応ね、ML メンバーに、はい、お声掛けして、欲しい人いませんかって欲しい人いたのでメンバーでちょっと共有しようと思いましてね。なんかほらこういうのもね、なんだろう、マクロ総営のためにまあ売り場に残ってちゃ嫌だって、それやっぱ求める人が求めるのがやっぱベストだと思うんですけど、まあまあ2つもあるんだったらということで、まあそのうちちょっと組み立てもやるかもしれませんです。まあ両方ともちょっと ML メンバーにそのままちょっとさよなりってなっちゃうかもしれないんですけど、あ、しまったしまった、あっちあっちあっちにあるんだ。そう、組み立てた、あらららら、ランカちゃん失礼。そう、組み立てた分はこちらでございます。そう、これ、オーシャンショーオーシャンかなの腕のリングとかもね、ちゃんとついてて、可愛らしいプラモデルでございますので、いやむしろこれ、もうジャケ買いでいいですよ、これなんか。リサイクルショップとかプラモデルコーナーで見かけたらね、マックスファクトリーさんのミニマムファクトリーってやつかな、見かけたらぜひ買いましょう、皆さんね。もうこれだけで、映えますから。